令和3年3月14日、阿蘇市小里のふれあい水辺公園で、モンの顔をかたどった熱気球の体験登場が行われました。熊本県の PR キャラクター、モンの熱気球は、佐賀市の熱気球パイロットの藤田夫妻が、熊本地震や九州豪雨の被災地を元気づけようと、自費で制作したもので、この日、初飛行となりました。 熱気球は高さ、幅ともに20メートルで、耳や口元が立体的にデザインされています。体験登場では、事前に予約していた家族連れなどおよそ120人が参加。あいにくの霧の中でしたが、15メートルほどの高さまでゆっくりと上昇していました。会場にはモンファンなども駆けつけ、 空に浮かぶ大きなくまモンを見上げていました。